回はある選手だけ投げることができる魔球ご紹介したいと思います。さあ魔球を投げれるのはこちら、ヤクルト山下投手ね。何が魔球かというとね、これパワーカーブなんですけども、なんとね左投手で唯一パワーカーブを持っているのがこのヤクルト山下投手なんですよね。まあ以前ね、動画でも紹介してるんで知ってる人もね多いんじゃないかと思うんですけども、今回実際この山下投手のパワーカーブを、レート戦で投げてみたいと思います。果たしてね猛者相手にこの左のパワーカーブ通用するんでしょうか。で結構ねパワーカーブ、左ピッチャーのパワーカーってあんま見慣れないんで、まあ魔球っちゃ魔球なんですよね。一応変化量は3なんですけども、果たしてどこまで通用するか、ね、早速やってみましょう。やっぱりちょっと時間ないんで、ね、急いで小田くんですけど、まあ先発山下でいこうかな。山下、山下ね、先発でもちろん使っていきます。で、ちょっとやっぱり時間ないけど、とにかく1枚投手減らして、野手1人加えたい。西田。変えて、大砂不調だけど4番に、時間ない、さあ、マッチングしました。相手の方ね、A 級ですね。なかなかの猛者なんですが、ちょっとね、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、最近、スイッチの方のパワープロ、まあ、WBC パワープロやってたりして、ちょっとね、だいぶ下手なんで、特に打撃はね、ちょっとなかなか人に見せるようなもんじゃないですけど、まあ、頑張って打ちたいと思います。相手ピッチャー森ですね。なんか、森投手使うあたり、やっぱり内ピに自信に切った感じするんで、まあ慎重にね、よしよしよし、打てる球だけ振っていこう。ちょっとねオーダーちょっと適当なんですけど、3番塩見まあまあいいんですけど、4番オスナちょっと迷いましたけどね、不調なんでちょっと時間なかったんで買えなかったんですけども、果たしてねこれがいい方向に流れてくれればいいんですけども、いやーちょっとこれ森なんやかんや打ちにくいんだよ。いやー、ボール球。やっぱこういうの手出してるとね、ダメですね。ちょっと、エイムが終わってますが。いやー、やばそう。ちょっと何を考えてるんでしょうか。ちょっと淡白な。さあ、山下。さあ、このパーカーね。意外とね、打ちにくいんだよね。これ変化量3なんだけど。やべ、ちょっと内ピが。やべ、ちょっと言い訳なんだけど、ちょっと、あんまり練習しないから。すいません、ちょっと、打撃は下手になってるわ。内ピは出ないわね。ちょっと、悲惨な試合になりそうですが。ああ、塩見ナイス。塩見もうね、エラー消えてるから。ヤクルトのドレミの歌作った時はね、塩見が、まだエラー持ちだったんで、ポロポロしましたけど。今はね、堅実な守備ができますんで。さあ5番内山校長、ここは打ちたい。いやーチェンジアップ、いや結構いいとこ投げてくるね。カットね、よしよしよし、とにかくねボール球手出さないこと。いやー入ってる。いやこれが打てなかったらもう終わっている。ちょっと厳しいね。中村6番にするのか、ちょっと打順上げすぎだね。ただしね、多分打撃ひどいんで、打撃カットかもしれないです、ここ。ひどい、山下抑えよう。といっても、山下もあんまない PT で出てないんだけどね。やばい。まあまあ、しゃあない、しゃあない。パワーカーはね、意外と、モス相手にもやっぱ通用しそうですね。左ピッチャーでパワーカーブ持ってるってなかなかいないよね。パワーフェイスに出てくるアランがパワーカーだけど、まあ、あのパワーカーが打ちにくいのって、やっぱ左ピッチャーだからと思うんだよね。見慣れないからね、やっぱり。軌道が、ね、やっぱ目が慣れてないんで、強いかなと思うんですよね。これでワンアウト。いやーこれ野間はね失礼させたくないね。そうこれそう、しかも心痛とかカットボールがねあんま変化しないんで、そう心痛とかカットボールだと思って振ってくれたら、まあパワーカーで詰まるっていう感じですよ。内山いける、よーし。内ピがねあんまり出てないんですけど、なんとかよしよし、配球で翻弄。
翻弄できてるかなんですけど、まあ、ただ山下投手、まあ、次打席回ってくるんで、はい、まあ代打出してお役ごめんですね。で山下投手も意外とね、まあ、2イニングしかないんじゃないですけど、結構いけるんじゃないですかね、まあ、山下投手はね、まあ、一定のイニング投げさせて活躍させたところでこの試合は勝ちたいですけど。さあ澤井、これ今弾道 3.5 のパワー A です。好調なんで一発かましたい。長打警戒だけどミートで開きたい。ギヤースプリットか。バッター1、うん、まっマジかよ。ちょっと相手配球がうまい。結構ビタビタにくるね。ストレートはストライク。ただちょっと僕のちょっとエイムも終わってますけど、いや入ってる。いや白井か、これ球審。いやちょっともう何も考えてないな、打撃が。うーん、ちょっと厳しいですね。ただサイスニードいきましょう。たまたまね、山下投手が内ピン出てない可能性もあるんですけど、まあ、サイスニードでも出てないと。そして完全に実力不足です。代打誰が、田村。いやー怖いな、意外と好調か。アウトロー投げときゃホームランはないでしょ。ちょっと内ピが死んでます。スプリット弱まるんだな。危ねえ。逆にこれ内ピ出さない方が抑えられてる感あるじゃん、知らんけど。なんかパワープロはまだ西川がカープにいるんだよな。怖いね。プルヒあるから、まあ、好調でしょ。まあ、ミパ BB なんでアウトロー投げとくか。逃げの配球、まあ、しょうがない。今日内ピ出ないんであんまり強気にいけないんで、内ピがねバンバン出ていれば危ねえ。いける。そうプルヒだからね、失速するんですよ。いやなんとか耐えてる。そピッチングも打撃もひどいけどこれ大丈夫そう。さあ村上、いや今抜けた。しかし島内になってる、つなぐピッチャー。いやーしかもピンク島内か。サークルチェンジがねやっぱ5あるんでだいぶブレーキかかってるんで、いやー警戒していたのに打てない。さあこれはまあ飛びすぎ、ちょっと淡白ですね打撃が。さあじゃあオスナ不調、普通に痛いよな。4回なんでね、まあ、レート戦、ナイスバッティング。レート戦、まあ、5回までなんでね、延長ないんで、ここら辺で点取っとかないと結構きつい。いやー、今のホームランできたが、打球が浮かなかった。オスナ、ダイソー出してんだけど、いやー、まあ、ファーストの守備考えたら、まあ、変えられないかな。うん、まあ、ちょっと、やめとこうか。中村で打てばいいんだけどね。中村代打でもいいけどね。西田いるし。サンタナちょっとまだ取っておきたいね。次のピッチャーのところでサンタナで。よし、西田行こう。包丁だし。いやー。いいところ来るね。いや、結構変化量あるんだな、サークチェンジ。よしよしよし。ボール球振らないこと。よし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 。いやーよく見た、今ね手が出てないだけなんだけどね。手が出なかった。あ、よし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 。さあ長岡満塁のとこ意外性。いや入ってたか、それマジか。ボールからボールかと思ったら OK。 ここ集中やね。 OK、 次ストライク入れてくるんじゃない。いやマジか、全然見えてねえな、サークルチェンジ。いやーなぜミートで開いた、強振で打つ度胸もないのか長岡。いや今のもったいねえ、今強振で打ったらホームランいけただろう。マジかよ、ちょっとひよったわ。さあね気を取り直して清水いこう。勝ち運系とねできるんですけど、まああんまりしてる余裕はないかな正直。しっかりここを抑えて同点のまま最終回迎えたい。長岡ナイス、さすが守備。
デビッドソン怖いが、ここはもう分かりやすくアウトの攻めで、まあ、広角を持ってないしね。逃げの配球 OK。 大丈夫か。あ、よし、いやもう勝ち受けてやめとこう。もうここは清水で抑えに行こう。いやー入ってないか。一応ね、あの山下投手をね活躍させるね、あの動画なんですけど、まあ山下投手2イニング投げたからいいってことで許してください。さあこれ塩見大丈夫だな。塩見よしよしよし。さあこれ点取んないともう勝ちがなくなるんで、なんとかしたい。さあ意外性絶好調山崎。いやー変化しねー。フォークが1か。フォーク1って魔球だよね。いった。いやちょっと芯ずれてるか。いやーまあまあまあ OKOKOK。 ノートからランナー出しました。さあこれ次ピッチャーなんで代打サンタナいきましょうか。このためのサンタナ代打で使うにはねもったいないぐらい能力高い。もうかますしかない。外野前進？外野前進？よーし！ガバガバエビですが、安易な外野前進を許さない会長をやらせていただきます。何をね、調子乗ってんだ、まだ2点でっていう話なんですけども。いやー、このピッチャーなかなかね、いや、ちょっとずれてるな。しかも、プルヒだから引っ張んないとやっぱ伸びないね、打球が。さあ、村上で追撃行きたい。2点じゃ心細いよ。惜しい。ダメだもん。すいません、練習不足です。申し訳ないです。もうちょっとねもう練習しないとこれあれ捉えられない捉えられないのやばすぎるな。ボールも見えてないし何してね。 OK ストレートかな。いやースプリットか。配球がうまい。ただサンタナのおかげで2点取れました。まあ、ここに田口行きましょう。一応、守備固めは、特にないね。さあ、田口。田口結構、抑えに回ってから、ね、あの、パワープロの方でも能力変わって、結構ね、使いやすい能力になりました。しかもね、コントロール B あるんで、内ピも、ぼちぼち出しやすいですし、まあ、特殊能力もあるんでね、結構強いですよね。OK。あの、ブースはね、ちょっとリスクがあるんですけど、まあ、ミートで来るんなら、意外と通用するかなっていうところで、ブースラを多投してます。いや、飲まら、いや、ちょっと甘かった。ナイピは出ていたが、ちょっとその速攻すが甘かったね。やっぱこれ一発で同点。もうそんな代打あるか、はい、ない。あべ。あぶねえ。なんとか助かりました。というわけで、山下投手、そこまで内壁でなくても、一応、左のパワーカーが支えそうです。ぜひ皆さん、左のパワーカー、魔球を操る山下投手、ぜひ、使ってみてください。投球ひどすぎて草。